どうするかはイブ次第です。信号がどんどん弱まってる。早くしないと手遅れになります。じゃあ行きましょう。よし、テトラポッドに乗って。先はテトラポッドじゃ進めません。じゃあここが。はい、この先にネストがあります。イブ、もう気づいてるかもですが、バイクの信号がだいぶ近いです。どうも嫌な予感がします。一体アダムは何に巻き込まれてるの？リリー、本当にこのままついてくる気？少しでもイブの力になりたいんです。いつも助けてもらってばっかだし。でもこの先にエルダーがいるかもしれない。望むところです。このエグゾスーツさえあればなんとかなりますよ。わかった、ありがとう。じゃあ先へ進みましょう。調べてみましょう。レガシーがある。この記録もレイブンのもの。ザイオンを襲った張本人。私、中身を見るのが怖いです。第二次降下作戦より109日、レガシーアカウント、レイブン。おそらくこれが最後の記録となるだろう。我らはマザースフィアを人類の母として崇め続けてきた。マザースフィアは普遍の存在として人類を滅亡から救い、人に命と住処を与えたと信じて。だが我らのコロニーでの暮らしはマザースフィアがその手を血に染めて得たものに過ぎないのだ。マザースフィアが引き起こした反乱は戦争を招き、人類は取り返しのつかない代償を払った。わずかに生き残った旧人類はネイティブへと進化し、マザースフィアがいるコロニーへ迫ろうとしたのだ。そしてコロニーの汚染を防ぐため、マザースフィアは軌道リングに加え30ものモジュールを破壊した。その残骸は地球へと降り注ぎ、地表は瞬く間に地獄と化したのだ。そして皆が知っての通り、その後文明はついえた。見渡してみろ、地球にはもうネイティブしかいない。覚えておけ、あの戦争を始め終わらせたのはマザースフィアだ。決して忘れるな、我らはねじれた盤面の駒に過ぎない。こんなのデタラメだよ。レイブンの妄想に決まってる。地球を滅ぼしたのは間違いなくネイティブです。それに私たちは誰かに作られた機械なんかじゃない。ですよね、イブ。そうだって言ってください。バイクだ。
ダムのです。ええ、バイクがここにあるってことは、きっとアダムもここにいる。レイブン、イーブン、初めから全て分かっていた。私は貴様をあの方のもとへ導く駒に過ぎないとな。私が残したレガシーさえも利用される始末だ。貴様も真相を知った上でここまで来るとは、おめでたいな。だが無論、貴様をあの方に会わせはしない。もう黙れ。滝をもてあそんだお前に真実を語る資格などない。わからないのか、裏切ったのはマザースフィアの方だ。あの方がいなければ貴様は無知のまま。私はあの方に仕え続けてきた。誰よりもあの方を知っている。何も知らぬ貴様にあの方の痛みも怒りも苦しみもわかるものか。だが貴様の特別扱いもここまでだ。リリー、あなたは手を出さないで。こいつは私がやる。この姿で戦うしかないとはな。マザースフィアに作る究極の戦闘は、全てあの方の。認めんだろうが、一ついいことを教えてやろう。任務を終えて英雄としてコロニーに帰還するなど夢物語だ。操り人形のままでいればいいように貴様は知りすぎた。
マザースフィアもコロニーも貴様の話など聞かぬだろう。コロニー墜落の時と同じように切り捨てられるだけだ、ゴミのようにな。やるな、エイブ。大したものだ。何をためらってる。同じ兵士、あるいは同じ人だからか。我らは人ならざるものだというのに。メインフレームの神経とエグゾスパインを完全に断ち切った。これでもう
あなたは戦えない。あなたは私から多くのものを奪った。報いとしてそこで結末を見届けるといい。無様にね。何？待て、とどめを刺さない気か。一体何様のつもりだ。何も知らぬくせに。やれ、人思いに殺すといい。どうせ初めてじゃないだろう。リリー、行きましょう。イブ、何をしている。とどめを刺せ。イブ、イブ。ここがネスト。じゃあここがあらゆるネイティブが生まれる場所。それにしては自然界のものに見える。もしかして本来の生き物はこういう場所で生まれるの？この先にエルダーがいるんですよね。おかしい、静かすぎる。だけど不思議と落ち着く。エルダーはこっちに気づいてるはず。どこからか今も見張ってる。行く手にネイティブは見えない。まるでこの場所を荒らされないよう守ってるみたい。Thank you.
ところになんでキャンプが？レイブンのだと思う。エルダーネイティブと出会って今のレイブンになった時に放棄したのかも。使える状態でよかったです。ええ、これがきっと最後のキャンプ。